今日の台所錦市場でお買い物をプロのおすすめ。今回は宇治のお茶を使ったさまざまなスイーツ、おいしいスイーツがいっぱいです。京都錦市場さんに伺いました。さあ早速お話を伺います。北山優子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあこのお店の奥にこう飲食コーナーあるんですけれども、大変人でにぎわってますね。はい、よく外からお庭を眺めて、このお庭素敵ですねということで入ってくださるお客様はたくさんいらっしゃいます。本当ですね。坪庭といって、やっぱり京都ならではということで、はい、はい、雰囲気ありますよね。ありがとうございます。皆さん何召し上がってるんでしょうか。やはりパフェがよく、人気で、よく皆様頼んでいただきます。あ、そうですか。こちらに、ね、写真ありますけども、これ私一度、ね、チャレンジしてみたいと思います。はい、そして北山さんのおすすめといいますと何でしょうか。こちらの、はい、はい、これはもうバンコク共通というか、はい、宇治町、はい、世界中の方が好きなポップコーンですね。はいはい、どういう特徴があるんでしょうか。京都の宇治のお茶を使ったポップコーンでして、お味は抹茶、ほうじ茶、玄米茶と3種類ご用意しております。やはり抹茶が皆様京都ということで一番人気ではあるんですけれども、他の2つの味もそれぞれに個性的なお味で、大変お土産にも人気です。あ、そうですか。ポップコーンってやっぱり大人にも子供にも人気で、いろんな味を楽しめるっていうことはあるんですけども、こういうお茶の味っていうのはあまりないですよね。はい、こちらが、玄米茶。この玄米茶も珍しいんじゃないでしょうか。それから茶色にはほうじ茶、抹茶と3色揃ってますね。はい、これは別々にも買えるし、はいはい、別々にもお買い上げいただけますし、3色混ざったミックスでもお出ししております。あ、そうですか。はい、まあ、これはぜひ皆様もお土産にいかがでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。北山優子さんにお話伺いました。錦市場さんに今日は伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます。